また夢を見たそうだね、アプ。私は海に飲み込まれました。私の後ろにあった町も飲み込まれました。人も家も学校も車も何もかも。母は私を連れて潮の階から逃げ出そうとしました。おかしくないですか？死後の救済を約束するのが宗教なのに、人々の死に直面した途端それを捨てるなんて。やっぱり沖田君にはかなわないな。ネットのやつ丸パクリしただけで。嘘。じゃあ死刑反対っていうのは？まあ一応本当。お疲れ。バカみたいじゃないこの挨拶。そんな疲れるようなことしてねっつーの。大学生で本当バカ。子供たちの中で一番力の強かった女の子がこの町に隠れてるって聞いた。見つけたら僕も戦争に連れてってくれるんだって。でもこんなのまで必要かな。泡吹いて死んでる猫とか、首だけになった猫の写真、全部あなたがやったのか。死ぬ神崎すらのこと殺されちゃう。あなたが殺したのよ。だったらどうする。どっちでもいいんだ。教会の向こう側に行けな。死ね。あなたを探すから。いやいや、そんなの夢のない世界です。バカみたい。どうしても会いたい人がいます。陸上部に入ること。ずっとあなたに会いたかった。あの時助けてくれて本当にありがとう。彼の魂は私たちの足元を、井戸よりもずっと深い場所に埋めてしまった。何があっても死んじゃダメ。生きて。君は生きるんだ。何を犠牲にしても。